ルイ・フランセンはベルギーに生まれ、日本を拠点にして、ステンドグラスやトーハンレリーフなどのパブリックアート作品を制作した芸術家。1928年10月10日、ベルギーのアントワープ州に生まれる。子供の頃から美術好きで、中学生になると美術のサークルに参加し、デッサンや油絵を描いていた。高校生に入ると、ステンドグラスにも関心を持つようになり、 近くに住む美術大学の教師に制作を習っていた。この頃から外国の文化、芸術への関心を持ち、多くの国を訪ねることを夢見ていた。ルーベンカトリック大学で哲学と進学を学び、中学校でギリシア語とラテン語の教鞭を2年間取った後、1957年カトリック教会の宣教師として姫路の純真会に赴任した。ここで彼は、 姫路と長崎の境界で室内装飾の仕事をしながら日本語を習得した。日本のことをもっと深く理解したいと思うようになった。彼は1960年より慶応義塾大学文学部で東洋哲学及び日本美術、東洋美術を学び始める。1964年に卒業するとベルギーへ帰国する。アントワープアカデミーにて焼き物や ステンドグラスの勉強をしながら、故郷のホーグストラーテン氏に誰でも学ぶことのできる国立美術学院の創設に参画した。1966年再来日した、彼は佐賀県有田町にて日本の焼き物を学ぶ。1年後には東京芸術大学の長高生となった。その後大学院修士課程に入学し、自由に芸術に向き合う多くの人々に触発され、 西洋のものの考え方から抜け出したいと強く考えるようになる。大学院終了後1971年からは同大学外国人非常勤講師として務め始めた。1972年から74年の間にサンドメキシコを中心とした南米各国を訪ね、アステカマヤインカ文明などに触れた。当時メキシコでは壁画運動が盛んであり、そこでシケロス、 マティアス芸立、ルイズ西沢といった多くの著名な芸術家と交友を結び、壁画制作に関する多くのことを学んだ。滝久夫との出会いは、彼の人生を大きく変えることとなる。当時、財団法人日本交通文化協会で、専務理事をしていた滝は、駅は鉄道を利用する人々が出会う場所、街の中心となる場所である。という考えから、駅を中心とする。 パブリックアートの実現に取り組み始めていた。パブリックアートの事業を一緒に実現させるための同志を求めていた滝はルイ・フランセンの存在を知り、当時彼が住んでいた松原教会を訪ねた。教会の室内装飾以外の仕事に対する強い渇望があった彼にとって滝からの誘いは大きな一歩を踏み出すきっかけとなった。 その後1977年に滝が設立した現代壁画研究所の所長となり、自身の壁画制作とともに多くの作家のパブリックアート作品にも関わっていく。現代壁画研究所の所長に就任すると、彼は焼き物、東半レリーフを壁画にすることを始める。ヨーロッパで焼き物を勉強した後、日本の焼き物に出会い、それらの個性的な美しさに感銘を受けた。 日本の焼き物は他には見られない味があり、その食感を壁画の中で活かせないかと考えた。彼が当藩を壁画にするにあたって大切にしていたことが二つある。一つ目は焼き物が焼き上がった時に偶然できる色を活かして製作を行ったということだ。当藩レリーフの色付きに用いる釉薬の色は調整すると思わぬ色が出ることがある。 その偶然にできた色を生かし、また感じたり印象を受けたりすることを大切にして、当藩の制作を行った。すべてを自分の意図通りにするのではなく、最後は自然に任せるという態度は彼が東洋から得た考え方でもある。二つ目は凹凸をつけて立体感を持たせるときに、色彩はなるべく単純に使うようにしたことだ。平面の絵とは異なり、 三次元の当藩では奥行きが存在し、それによって影ができる。その立体と色のバランスをうまく調整することによって空間への広がりを持つパブリックアート作品を作り出した。ヨーロッパでは長い歴史の中でステンドグラスは宗教と共に発展してきた。20世紀に入ると宗教に従属しないアートとして人を楽しませるためのステンドグラスが生まれた。特に ドイツでは、第二次世界大戦後、国中の教会が再建、修復されたことにより、現代的なステンドグラスが発達した。ルイ・フランセンが現代ステンドグラスの第一人者である、ルードヴィヒシャフラットに出会ったのは1981年、大宮駅、ステンドグラス製作の時であった。シャフラットと信仰を深めた、彼は、ガラス本来が持つ美しさを活かすこと、 鉛線の曲線を生かすことなどを学び、自由で楽しい彼のステンドグラスの作風を確立させた。ありがとうございます。